はい、皆さんおはようございます。ジョエゼロさんです。緑川を今下っております。まあ通常だとですね、昔からの視聴者の皆さんだとお分かりだと思いますけれども、この道を、通ってる、元ブログだと、9割ほどは、釣りだと思いますけれども、今回はですね、ウトの方にですね、ワンピースの仲間、新しい仲間、そして最後の仲間が来たということで、ジンベエゾウですね、そちら、見に行きたいと思います。はい、ワンピースの麦わらの一味ですね、まあ、麦わらの一味って言いますけど、麦わら海賊団ですかね、今。まあ、ようやく、これで全部シリーズ揃ったところですね。長かったですね。何年ぐらいだろう、2017年、18年から設置し始めたんでしたっけ。で2022年ですからね、3、4年、4、5年、よくわかんないですけど経ってますね。まあ、あの作者の小田先生がですね、まあ、熊本出身ということで、実現となったんですけれども、なんかですね、昔聞いた噂であんまり熊本にいい思い出がないっていう話をしてたっていうのを聞いたことがあるんですよね。なんか高校時代、まあ漫画描いてて、まあ、あの言うなればオタク趣味みたいなもんじゃないですか。だからいじめられてて、あんまり熊本に貢献したくないっていう話をしてたっていうのを聞いたことがあるんですよね。なんであの熊本とコラボしたのは一発目はみかんなんですよ。ナミのみかんですね。みかん畑、船の中とかで持ってたりしますから、あの波のみかんなんですけれども、あれもなんか友達だったから受けたみたいな感じで、なんか熊本がどうこうっていう話じゃなかったっていうのは聞いたんですけどね。まあよた話ですかね。まあわかんないですけど、まあ、これだけひどい地震、まあ、あの被害があったなら、おっと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 、なんかよくわかんない動きしたな、そういうのがあったらですね、やっぱそういうのしてくれるっていうのはありがたいなとは思います。本当に、まあ、ありがとうございます。私も楽しませてもらってます。さて、じゃあちょっとこの朝の涼しい時間ですね、でパパッと行ってパパッと、見ていきましょう。おー、すげえいい水面だ。この辺草刈りしたんですね。だからすごい景色が良くなってる。もうここはですね、タイミングが悪いとこうもう左右両方とも草ぼうぼうで何も見えないぐらいひどかったりするんですけどね。管理 してるんだな、ちゃんと。こんな綺麗な緑川みたいな久しぶりな気がしますね。久しぶりって言っちゃかわいそうかもしれないけど、ドン引きすげえ干潟になってる。今日は俺は潮干狩りとか行くとよかったんだろうな。暑いから行かないですけど、多分この辺はないんじゃなかったかな、潮干狩り。いっぺんやってみたいですよね。子供の頃からやりたいやりたいと思ったんですけど、親が絶対連れてってくんなくって、だからですね、まあ、今度、まあ、彼女さんできたんでですね、彼女さんもちょっとやってみたいと言ってたんで、一緒に行ってみようかなと思ってます。まあ、ちょっとすいません、そののろけ話をしてたら、着きました。こちら住吉海岸公園ですね。これどこにいるんだろう。バイク並んで止めれりゃいいけど、多分絶対そんなことはさせてくんねえし。どこだ、どこにいるジンベエ。ここの、あ、ずっと向こうだ。え、こっちじゃないの。あ、でもこっちなんかし整理されてる。ということはこっちか。あった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 。バイクはさすがに無理だね。ちゃんと駐車場に止めなさいって話だね。うん。はい、ということで、住吉海岸公園ですね。こちら。海の中へ続く道、長べた海床路でしたっけ、名前は。
ですねがあります。まあ、行ってみたいんですけどすんごい長いんで歩いていくのはちょっときついんで、やめておきます。そしてこちらすごい干潟広がってます。これがですね熊本の豊かな海を象徴している感じですね。でそのすぐ横に、ジンベエゾウはあります。はい、ということで、ついに来ました。ワンピース麦わら海賊団、ジンベエの、像ですね。でかいですね。まあ、アニメのキャラだからあれですけどちゃんと水かきになってますね。この杯の中見てえけどな。皆様お気づきでしょうか、雨ですいやバイク乗る直前だったからですね、なんとか、今近くの公衆トイレで雨宿りしてるんですけど、なんとか助かりましたけど、参った、ちょっと帰れない。いやすごいなと思ったのはですね、さっきまで地元の漁師のおっちゃんだと思うんですけどおしゃべりしたんですよ。で突然帰ったんですね。多分この雨が降るって分かったんでしょうね。本当突然です。堤防でですねペチャペチャ喋ってた3人の方が突然車乗って帰ったんですね。でそれから1分もせず雨降りましたんで、すげえな漁師の人たち。まあ私はですね今多分通り雨と信じて、ここで耐えます。はい、雨雲レーダーを見た結果、この雨は止まないと判断いたしました。なので、強行突破で、帰りたいと思います。いやー嘘だろー、カッパも何も持ってきてねーよ。うわーびっしょびしょだ。これもうすでにですねお腹冷たいっす。メッシュだから余計っすね。あーひどいひどい。これうわー霧も出てきた。うわもう雨宿りしてもですね結局僕が帰る方向に雲が流れていくんで一緒なんですよね。で雨雲レーダーは本当はですね11時半とか12時ぐらいまでずっと雲が続いてたんで、もうしょうがねえなと思って来てます。うわーすげー、もうパンツまで染み込んできた。冷てー。はい、というわけで未だ雨や、小降りになりません。まあしょうがないですね。太陽は出てるんですけどね、もう雲がすごい分厚いのでもう濡れながら、帰ります。はい、というわけでもうこんな雨の中のツーリングしたくないんですけどね、もう帰り道だから仕方ないですけど、これで、今日のツーリング動画は終了となります。また次の動画でお会いいたしましょう。じゃあ